こんにちは、市村正樹です。オーギュメント、オーギュメント、オーグメントって書く人もいれば、オーギュメントって書く人もいる、AUG なんていうね、なんか大げさな大行なコードネームってあるじゃないですか。まあ AUG で、まあ、オーギュメントの略で AUG なんですけども、詳しいことはまあ本にも書いてるんだけど、詳しいことよりもまずはその理論的に脳みそで考えようとするんじゃなくって、押さえ方を知っちゃいましょうを先にやった方がいいと思います。 C の AUG オーギュメントって書いてあったらどうしたらいいか。 C っていうのは一番低い方の音からドミソドになってますね。で1弦も またミなんだけど、これ数字でいくと1、3、5、1度3度5度になってます。オーギュメントっていうのは5番目の音を1個シャープさせる、1フレット分上げる、まあ、プラス5って書いたりシャープ5って書いたりするんだけど、 AUG って書くのめんどくさい人は C プラスだけで書いちゃう人もいますし、 AUG って書くのが割と一般的な普通な妥当な路線っていうやつね。で5番目の音を1個上げるってことは、C の場合は135のこれ3弦開放の音を半音上げる、1フレット分上げる、これのことをオーギュメントと言います。ってことはこう押さえる、Cコードはこうやって押さえてたやつを人差し指を3弦の1フレットもこうやって2つ3弦と2弦両方いっぺんに押さえちゃう。ここで2本ね、2本いっぺんに押さえちゃう。そうすると C オーギュメントになります。で、まあ、1弦どうしても1弦鳴らしたい時はこうなるんだけど、小指使わないと1弦までこううまいこといかないと思うけど、でこの時の覚え方っていうのは、要は1度3度っていうのは斜めじゃないですか。これは僕がよく言ってるメリさんの羊、メリさんの羊かわいいなのこの斜め押さえ、アルプス一万尺今夜みの上でアルペン踊りをさあ踊りましょうっていう、この1度3度っていうこの斜め具合が反復横跳びの縦板みたいにこうやって飛ぶやつ、こいつに1個音が増えて斜めにトントントンと3つ並ぶとオーギュメントになります。この3つが鳴ってればもう C オーギュメントとしての役割は鳴らしているんだけど、まあまあ2弦の1フレットも鳴らしとこうかっていうことです。これ C オーギュメント。次 G オーギュメント、これ簡単、今の C オーギュメントを覚えたら簡単。こいつに対して人差し指を4弦の1フレットに置けば、これ G オーギュメント、やっぱり斜めに3つ押さえるところが決まってきますと。1弦3フレットは小指で押さえとくっていう方法を取っておけば、これ G でしょ、これ G オーギュメント。なんか3つ斜めに並ぶよねっていうことです。じゃあ今度 F の場合はこれね、こうこうこう、すでに F っていうコードの4弦3弦2弦は斜めに3つ並んでる、それは2弦と3弦のチューニングがずれるから、いつも言ってるやつですね、ここでずれるから。だから今度はこの人差し指で押さえてる2弦の1フレットの音を1フレット上げないといけない。
そうするとこうなりますね。こうなります。でこれは斜め3つ並びがちょっと Z っていう字みたいにちょっと少しずれた感じ。さあこれで C オーギュメントと G オーギュメントと F オーギュメントの3つを覚えましたと。さあこっからはちょっとずつの解説ですけども、さっき C オーギュメントって1弦まで鳴らした時の押さえ方はこうでしたと。これってよく考えたら1弦2弦3弦4弦4本分だけの形を考えたら、これって今最後に振った F オーギュメントの1フレット左だと思いませんか。さっきの F オーギュメントはフレット数を4弦から言っていくと3221でした。それが1個左に下がるとC オーギュメントと同じ音です。不思議だなぁと、不思議だなってことになってって、まあそっから先はどこまで知りたいかによって変わってくるんだけども、まだもうちょいこのまんまコードフォームの見つけ方の話にしていきます。でこういう曲って一体どういうところで使われとんねんっていう話になると、まあ日本の曲で一番わかりやすいのは矢沢永吉さんの時間よ止まれっていう曲。それは C から C オーギュメントに行くの。この響き、なんかこうやって C オーギュメントだけ鳴らすと不安感が募るばっかりな感じのサウンドでしょ。でも C から行けばなんか流れがあるよね。ね、なんかあるよね。こうね。罪なやつさ、パシフィー、不自然じゃないですよね。っていうところに使われてます。で、あとそれのサビか、それのサビで。今のはね、A オーギュメントっていうのを使いました。 C オーギュメントで A オーギュメントで A7、 多分そんな感じだと思います。 A オーギュメントっていうのは A のコンバンミ、 A のコンバンミのコンを1個上げる。そうするとこういうサウンドです。ただしこの場合は1弦も5度の音だから1弦も上げないといけない。そうするとさっきのちょっと Z の形のちょっとずれてる形になります。 E のコンバンミ、コンバンミのコンを1個上げると斜めになります。ただし E の場合も二弦開放が5度の音なので、そいつも上げないといけない。こういう押さえ方になります。さあここでとあることに気がついた人は理解がより深まっていくということです。理論上で頭で考えるんじゃなくて、押さえるそのポジションフォームの形を覚えていく。これ C コードね。C コードをオーギュメントにするには3弦の1フレットも押さえます。これが C オーギュメントね。これ E コードでしょ。 E コードを E オーギュメントにするとこうなりましたよね。っていうのを発見していくのが音楽の、まあ、特にギターの楽しみ方の一部です。C をオーギュメントにした形と E を
オーギュメントにした形同じなんですよ。まあまあ6弦を弾くか弾かないかっていうことがあるけどもね、下の4本弾いてる分には実は一緒ですと。で下の4本弾くと C オーギュメントも結局さっきのずれた Z なんですよ。ウォーダーリンプリーズリープリーズビーリービービっていう、まあこれぐらいのことをちょっと覚えたら理論的なこと考えるよりもとりあえずオーギメントが出てくる曲少し弾いてった方が面白くて、例えばビートルズで言うとビートルズのヘルプっていうアルバムに It's Only Love っていう曲があって、それはっていう G から G オーギュメント、この音ね、この音、この音が増えるだけで超かっこよくなるっていう、っていう曲があります。それとかやっぱりジョン・レノンの From Me to You っていう曲で一番の最後なんだけど、ここも G から G オーギュメント。っていう曲があります。ジョン・レノンがこのねオーギュメントを使うところがかっこいいんだよね結構ね。でもまあポール・マッカートニーさんも一応使っています。 Oh my love Oh my love ってこういうとこあります。これは多分でもね、あの C シャープマイナーから C オーギュメントに行くので、これ多分ピアノで作って音がこうちょっと変わった音にしてんじゃないかなとはちょっと思いますけども、あとジョン・レノンで I'm so tired っていう曲があって、これはね A からどっちだろう、 E オーギュメントかな、 A から E って弾いても不思議じゃないコード進行のところで I wonder の物足りなさを I wonderにしてんのかな。シャレオツ、歌わずに弾いてみると、なんかね、こうなんかちょっとあのレッドイットビーそのまんまっぽく聞こえるようなサウンドなんだけども、それをこういう風にオーギュメントにしてるっていう。まあ、他にもいろんな曲の中でオーギュメントっていうのが出てきた時に、そのオーギュメントっていう押さえ方どうだっけっつって、こういう風だっていうコードブックを見てそれを見つけるのも全然 OK なんですけども、それを見つけた時にどうやって覚えていくかっていうのと、それプラスその前後のコードは何でしょうを一応把握して、ちょっとだけちょっとだけ研究して、まあ、C から C オーギュメントに行くパターンが一番多いっちゃ多いんだけど、何のコードでもね。で今の要するに It's Only Love っていうのは A から E オーギュメントに行ってるんだけども、
この時点で僕が押さえてることは C オーギメントの押さえ方と同じなんですよ。 A E オーギメントっていうのと A C オーギメント押さえ方は一緒。この場合は6弦弾くか弾かないかの違いなだけで、その辺の理屈っていうのは、音って12個ありますよね。12個ある音っていうのはこう距離をね、距離を等分化すると4でも割れるし3でも割れますよね。でこの場合は4フレットで割るとこうやって3分割できるわけですよ。これがオーギュメントの仕組みなんですよ。だから E のオーギュメントと G シャープのオーギュメントと C のオーギュメントは構成音は同じなんです。よって C オーギュメントっていうのは4つ右に上げて E オーギュメントにしてもサウンド一緒なの。でさらに4つ右に上げて G シャープオーギュメントも同じ音なの。同じ音の幅、距離感をこうやってどこをルート音にするかでずらしてるだけだから、まあ展開系とも言うんですけどもね、うん、これはまあ、 別パターンでディミニッシュっていうコードがありますけども、だんだん理論っぽくなってきたんで、まあまあそういうようなことはいろんな本とかネット上にも書いてあると思いますし、僕の本にも書かれています。で今の押さえ方めんどくさいなと思ったら、この斜めの Z のやつ、こいつをこれも同じサウンドです。っていうことは F のオーギュメントはA のオーギュメントと C シャープのオーギュメントと同じサウンドってことなんですよ。まあベーシストだったらどこを選ぶかは考えないといけないけど、ギタリストが下4本の弦弾いていく分には一緒ってことです。そしてまあまあもちろん F シャープは A シャープとD とみんなオーギュメント一緒とかね、まあいろいろ話はしてきましたし、もっと理論的にも説明はできるんだけども、理論的に脳みそで考えれば弾けるっていうよりも、そのフォームをいかにして素早く思い出すことができるか、丸暗記じゃなくていいんで、いかにすぐに思い出せるようになるか、もうこう B フラットのオーギュメントってどんなんやったっけっつったら、もう1弦のこっからこうやって斜めずらしをこうやって押さえれば、これが B フラットのオーギュメントっていうふうにすぐに思い出せるようになることの方が重要だと思います。でその中でまあいろんな曲をやっていくうちで、プラスって書いてあってもオーギュメントやし、プラス5って書いてあってもオーギュメントですっていう、それぐらいのことを今回はまあとりあえず説明してみました。じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。次はディミニッシュかな、うん、もう一回It's Only Love のね、ジョージが弾いてそうなパターンで言うと、こっちの方弾いてんだけど、こんな感じじゃねー。